はいどうもこんにちは、ザワと申します。カフェステラと死神の超体験版実況を続きやっていきましょうということで、はい、まあこの選択肢なんですけれども、まあ今回はですね、こちらですね、ちょっと休憩してからの、選択肢の方を選んでいきたいなと思います。まあ誰がいるんでしょうか。はい、見ていきましょう。少し休憩してからにするかと、休憩室に入ろうとした時、ドアが少し開いていることに気づいた。部屋の中から何か物音もしている。まさかあの時のようなラッキースケベとかなんか懐かしいですね、あれもね。あの夏目さんのやつ。思わず足が止まった。だが着替えをするにはタイミングが変だ。それに部屋の中からいらっしゃいませという挨拶が聞こえてくる。接客の練習をしてるのか？休憩室で？なんで？とりあえずエッチなことは、エッチなことではなさそうなので、首をかしげながら中の様子を伺った。お、なんだこの。何この、あのちょっとロッカーから覗いてますみたいな感じ。チラッと見てますね。これはいらっしゃいませ。かわいすぎでしょ、マジ。何この一枚絵。かわいすぎでしょ。しかも奥で見てるし。昴生くんが。いや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 。昴生くんの見方もなんかちょっと面白いな。はい、じゃあ行きましょう。そして夏目さんは、バカかわいい。いらっしゃいませ。納得いってなさそう。やっぱりうまく笑えない。なんか嘘くさくなるんだよね。なんでだろう。他のみんなは可愛い笑顔をちゃんとできてるのに。十分可愛い、可愛さで言ったら可愛いんだけどな。自然じゃ ないんだよな、ちょっとな。引きつってるというか。口角が自然に上がってないのかな。確か口角を自然に上げられる言葉が、ウイスキーウイスキーでそれになっちゃったの。いらっしゃいませ。うん。四季さんが鏡を見ながら笑顔の練習を重ねていた。以前の引きつった笑顔に比べればだいぶ自然な笑顔に見えたのだが、本人はまだ納得できてないようだ。確かに日内谷さんあたりに比べると明るさが足りていないようにも見えた。でもそこら辺は本人の見た目とかキャラクターの問題もある。まあ印象というかな。あれぐらい笑えてるなら十分な気もするけどな。いらっしゃいませ。おなんかあの強く押しすぎてさ、その口角をさなんかどんどん赤くなっていくんじゃない、そこ。大丈夫かな。普段の四季さんを知っている立場からすれば、むしろあそこまで明るい笑顔は逆に怖い気が。そうです。確かにそうですね。いや、やっぱ可愛いな、笑顔の四季さんも。やっぱりダメかな。ちょっと見とれちゃうよな。いらっしゃいませ。いつまで見てんだ。あ、気づかれたか。やばい、目が合ってしまった。なんで、いつから、見て。これやばいな。お邪魔いたしました。静かに、そっと、忍びのようにな。半開きだった扉を閉じる。さて、キッチンに戻るか。俺はそのままキビスを返した。だが、閉じたはずの扉が再び開き、隙間から伸びた手が俺の肩をがっちりと掴んだ。深淵の闇に、もう引きずり込むかのような。待ちなさい。どこに行くつもり？怖い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 。怖いんですけど。なんか、しかもなんか目がさ、あの、黒子のバスケのなんかゾーンみたいになってる。キセさんですかね、それは。パーフェクトコピーですかね。はい、行きましょう。キッチ
キッチンに戻ろうかと思って、だ、何その握力、肩に指が刺さってる。めり込んでますね。すごいな。記憶置いてけ。ねえ、見たな。見たでしょ。ねえ、見たんでしょ、君。見ました。すみません。夏目様、すみません。何でもいたしますので、何でもするとは言っていない。妖怪、記憶置いてけ。誰が妖怪か。そこでなんで突っ込むんだよ。落ち着け。今回見たのはまずい姿じゃないだろ。ちゃんとユニフォーム着てるんだから。服を着てても見られたくないことぐらいあるでしょ。まあ恥ずかしいよな。いいから逃げるな。なんでゾーンに入るんだよ、だから。いやー、助けてー。そして俺は扉の隙間に引きずり込まれた。そして帰らぬ人となって。ないか。そうなりますよね。うん、ただただ可愛いだけなんだけど。な、睨まれても。そもそも今回のって俺が悪いか？だってまた覗いた。まあな。普通にね、ちょっとコンコンってやればいいの、いいものをな。そこは否定できないんだが。けど扉が半開きだったのも事実なのに。というか、なんでこんなところで一人で笑顔の練習なんてしてるんだ？内谷さんとかに見てもらいながらの方がいいんじゃないのか？最初は笑顔の作り方みたいなものを教えてもらってたんだけど、あまりにも感覚的な説明でよくわからなかったの。まず楽しいことを思い出します。はい。次にその時に湧き上がった気持ちを溜め込みます。うん。気持ちを溜めて、限界まで溜めて、限界を超えて溜めて、あとは一気に解放するだけ。ダメですね、これは。典型的なダメなパターンですね、これ。メイさん、ダメか。教える才能ないパターンか、これ。いらっしゃいませ。うん。まあ、メイさんはできてんだけどな。言わんとすることはわかるんだけどな。それは日内谷さんにしかできそうにない。とりあえず無理やりにでも笑顔を作れば顔が形を覚えるかと思ったんだけど。だから鏡を見ながらね、笑顔の練習をしてたのか。でも納得できる笑顔はできなかったみたいだけど。なんか不自然な笑顔になるの、なんでだろう。美人だからじゃないか？は？それは、はってなるよな。俺もはってなったわ、今。どれ？どれ？四季さんみたいな美人は、そういう冷た顔が魅力的だ。うわぁ、変態。ガチの変態だった、今。今のはガチの変態だったな。美人に苛まれる。ん？ん？これなんて読むの、これ。苛まされる。え、待って。なんて読むんだっけ、これ。ごめん、忘れちゃった。いつから俺は、これも悪くないと思ってしまう人間になってしまったんだろう。うん、最初の選択肢からじゃねえかな。うん。もうすべてを捧げましたからね。私、真面目に悩んでるんですけど。待て。重要なのはここからだ。四季さんは、内谷さんみたいな笑顔を浮かべては来なかったんだ。ずっとそうだったんだ。今さら1週間や2週間程度で笑顔はマスターできないんじゃないか？それは。それを待ってたら本当に10月が終わる。できないものはできないって認めるしかないだろ。はっきり言うじゃない。できないことをしようとするんじゃなくて、できることを精一杯やるしかないと思う。正論だな。料理の練習だってそうだ。努力はしているが、修行してキッチンに立っているプロと並ぶ料理を作るなんて、俺には難しすぎる。それでも、精一杯努力して、俺が届く範囲の中で最高のものを目指すしかない。日内谷さんみたいな笑顔は難しい。けど、四季さんにできる精一杯の笑顔が悪い、ってことにはならないと思う。
四季さんにとっての自然な笑顔でお客を迎える、それが一番いいんだって。それだとお店の雰囲気を明るくする笑顔じゃないでしょ。そんなことはないって。四季さんの笑顔だって十分魅力的だ。適当なこと言ってごまかそうとしてない？いや、してないんだよな。これが割と本心。前に一度見た笑顔を思い出す。あの笑顔は自然で、しかも可愛かった。そう考えると内谷さんの考え方も悪くないかもな。楽しいことを思い出して、その気持ちで笑顔を作る、それなら自然になるんじゃないか。楽しい思い出、楽しい思い出、なんだろう、夏目さんにとっての楽しい思い出。どうしよう、思い当たる思い出がないかも。ないんですか？なんかないの？なんか家族とのいい思い出というか。どうしようもないな、それは。ああ、だったらこれから先のことを考えてみれば。この店を営業したらお客さんもたくさん来て、みんなが笑顔になってくれる、そんな光景を想像してみるんだ。なるほど。想像、想像。いらっしゃいませ。お、ああなんかいいな。何、絶句するほど不自然だった？クソ可愛かったです。いや、いい笑顔だったから感動してた。ちってなんだよ。本当だって。店に関することなんだから適当なことは言わない。今の笑顔なら雰囲気を壊すこともないし、オープンするまでにはマスターできると思う。なんかあれだな。なんか、夏目がすげえ笑顔で、接客してくれるらしいぜっつってさ、なんかチャラ男とかが来てさ、なんか人を悶着ありそうだな。この感じだとな。この後。そっか。なら、この調子で頑張ってみるか。四季さんはそう言って、鏡の前に改めて座った。だが、笑顔は作らずに視線を向けてきた。なんだ。わかってる。もう出ていくし、扉もちゃんと閉めておくよ。よろしく。キッチンに戻るか。あ、高峰くん。ん？ありがとう。やばいっすね。うん。照れる美人というのもそそるな。そそるな。なかなか見せてもらえない表情だ。しっかりと記憶しておこう。さっきの表情もな、あのゾーンもな。なんてことを考えながら、俺はキッチンに戻った。面白い回だったな。すごかったね、もうね。もう闇の住人みたいな感じだったけどね、途中。冥界から、もう手を伸ばして、なんか、引きずり込むみたいなね。感じでしたけど。はい、今回はここまでにしたいなと思います。いやー、夏目さん可愛いね、本当に。いやー、本当になんか、うん。なんだろう。もうこのカフェステラの中でも、結構1、2を争うぐらいで好きですね。もうメイちゃんクラスですね。今結構メイちゃんにね、傾き始めてる。はい。まあ、とりあえず、夏目さんの可愛いシーンでした。はい。まあ、あの分だったら多分大丈夫そうだな。接客ね。うん。まあ、なんか問題はなさそうだなっていう感じではありましたけど。はい。まあ。オープンしたら、まあどうなるかね、まだわかりませんけどね。はい。オープンした時の夏目さんもちょっと楽しみにしておきましょう。ということで、今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。ぜひぜひチャンネル登録の方ももしよければよろしくお願いいたします。それでは、バイバイ。